将来の夢は何でしたかという質問です。はい、私はずっとちっちゃい頃から女優になるのが夢でした。はい、私も同じくずっと女優さんを目指しておりました。はい、もし K-POP アイドルになったらやりたいことって何ですか？私は大きいライブ会場で単独ライブをすることです。うん、はい、同じですね。私も大きい会場、大きい会場で大きい会場でのコンサート、はい、あのトロッコに乗りたいなって。乗りたい、めっちゃ乗りたい。あとはサイン会をやりたいです。うん、はい、お互いの良くする癖、口癖、言葉の最後に知らんけどなんとかだと思いませんって。あ、なんとかだね、確かに知らんけど言うわ、口癖ですね、無責任、オブ無責任あと2人の口癖というかもう癖ですね、うん、完全に行きつけのお店の店員さんの声のモノマネで喋ること、はい、私もそこ同じで、あの声を低くせにこれなんとかでしょってやつじゃない、もう癖めっちゃうちら癖だよね。れいちゃんの口癖は間違いないと、あとめちゃくちゃってめっちゃ言う。ああ言う、編集しててすごいあのこれめちゃくちゃなんとかで、そのめちゃくちゃなんとかだった時にめちゃくちゃ良くてめちゃくちゃってめっちゃ切ってる。つぶちの中で一番好きなMV は何ですか？はい、私はこれ圧倒的にプリティーユーです。あー、はい、私は3つあって、はい、あのラブレターの自分たちで作ったやつ、私たちも再現したオチョナとスミちゃん。何歳までオタ活したいと思っておりますか？はい、全然あの趣味なのでオタ活っていうか本当に好きで推してるので、うん、別に何歳までとかは決めてないですね。私も同じです、はい、もうしたい時に推して辞めたいなって思ったら辞めます。うんうん、手ぶちのメンバーの中で好きな笑い方ってありますか？私は圧倒的ディノです。あー楽しそうに笑うね。釣られちゃってるんですよ、あの笑い方は。私はスンガンちゃんですね。あまあ、あのすっごい苦しそうでやーって笑っちゃう、あれがもうたまらなく好きで。ライブに絶対持って行った方がいいものって何ですか？私的にはチケット、ペンダ、携帯、財布グッズとか以外にもね。いや、そうですね、私もほぼ一緒です。もうペンダとうちわと、うん、あともうチケットがなきゃもうちわなので、うんうんうん、チケットホルダーは絶対にそこに入れて持ってった方がいいと思います。はい、究極の2択です、はい、推し以外の12人とハイタッチ、それか推しと10秒間握手、どっちがいいですか？私は推しと10秒間握手です。同じくです推しにギラ恋したことってありますか？私はないです。私はなんか学生時代はもうほぼ全部リア恋みたいな感じでした、うん、学生時代は、はい、三大リア恋さんを言うと、うん、三浦春馬さん、上地雄介さん、トリプルAの新井慎二郎くんこの3人が一番あマジ結婚したい、マジ好きみたいになってたお三方ですね。ドームで歌ってほしい曲なんですか？もう言い過ぎだろって感じかもしれないですけど、キャンプファイヤーです。はい、はい、私はマンセ、あとはドームでのコールコールコール。ラリーズのファンのことどれぐらい好きですか？好きな人三大トップに入るぐらい好きでございます。愛しております。だいぶ上ですね。だいぶ上ですよ。みんながうちらのことを好きって思ってくれてる、その好きよりは好きです。大好きだよ。愛してるよ。ありがとうね。ラブどんな人を好きになりますか？モテ期ってありましたか？おっとりしてて思いやりがあって表情豊かな人が好きですね。歴代の推しも全員そういう方ですね。お、うん、モテ期は幼稚園と小学校です。自分に自信がある人、うん、自分の魅力をちゃんと分かっている、うんうん、そういう自信があって、うん、無駄な謙遜がない人、うんうん、あとはおしゃべりが上手な人、うん、ご飯を美味しそうに食べる人、うん、まあ、犬系って言われているような犬系男子、はいはいはい、そういう人がすごい好きになる、うん、いますね。私も歴代の推しそんな感じ。みんな自分に自信があってモテ期は、はい、高校生時代と大学生時代ですね。 YouTube を始めて良かったと思える瞬間ってありますか？登録者様が増えていく時、うん、コメントとかでたくさん嬉しい言葉や温かい言葉をもらう時、あと直接会った時、見かけてくださった時とかに、うん、ラリーズちゃんって、うんうんうん、一回会った時に泣いてくださった方がいて、いもう私それ見て、私たち見て泣いてくれる子がいるんだと思って、すごい感動して、本当に YouTube やってきてよかったなってすごい思いましたね、その瞬間。はい、はい、私も同じですね、はい、もうとにかく皆さんに出会えたこと、うん、もうなんか綺麗事
生き残るかもしれないけど、うん、本当に綺麗事抜きにして、うん、皆さんに出会えたことがまずでかいのと、うん、ずっと私自分のやることで誰かに何か影響を与えたいっていうのをずっと夢に持ってた人なので、うん、こうやって自分たちが発信することで誰かのきっかけになることができるのがすごく嬉しいです、うん、ラリズのおかげでジェグミ始めましたとか、そうそうそう、ラリズの動画見てセブチ好きになりましたとか、そういうきっかけになれるのがすごい嬉しいので、ああ、ね、YouTube やってよかったなって思える瞬間ですね、そういう時は。本当にありがとうございます、本当に皆さんいつもありがとうございます。たくさん幸せをもらっております。本当にもう私たちがね、もう感謝の気持ちでいっぱいでございます、うん、今回はねちょっと26個という選ばせてもらいまして、はい、こうやって答えさせていただきました、はい、今回質問したけど答えてもらってないよっていう方は、うん、結構かぶってる人も多かったので、うん、前回のね質問動画もちょっと長いんですけど、うん、あるので見ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全部選べなくて本当に申し訳なかったんですけど、はい、あの本当に皆さん改めて質問たくさんありがとうございました。そして3000人、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも皆さん引き続きラリズの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はここまで。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。5000行ったらイベントやろうね。会おう。